はい。レトスの小野です。本日は合格発表日ですね。え、卓券合格発表とインターネットで検索をすれば、一般財団法人不動産適正取引推進機構のサイトが出てきますので、こちらから合格者の受験番号を調べていただければと思います。で、12月4日の3問に入る前に、本日は宅券合格するための具体的な勉強法、これをお伝えいたします。 達見合格するために年齢っていうのは関係ないんですね弊社の個別指導の受講者までも65歳以上の方も合格していますで70代の方も合格してるんですよなので勉強の仕方さえ分かれば誰でも合格できるこれが達見試験なんですねもし今年の試験で思った点数が取れなかったという方は12月に入りましたので今日から本格的に受験勉強していきましょう で具体的な勉強法については、えー、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。また、右上にお知らせの、えー、ボタンも貼っておきますので、こちらからご確認いただくことも可能です。それでは12月4日の3問に入ります。確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行地帯となる。丸かツかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは丸ですね。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯になります。これは消滅事項の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。これはもう2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えていただければと思います。消滅事項と履行地帯の起算点の違い。 この動画もですね、えー、下記概要欄に URL 貼っておきますので、ご覧いただければと思います。一応こちらにね、お知らせボタンも、えー、追加しておきますので、こちらから見れる方はこちらから、えー、ご覧いただいても構いません。で、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか具体例を一つ考えてみてください、えー。さっと出てこないというのであれば、イメージできていない証拠なんですね。 これでは実力はつきません。では一つ具体例を出します。12月31日までに借りたお金を返す義務。まあ、返す債務でもいいですね。これが一例です。12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。返済期限が確定しています。だから確定期限っていうんですね。この場合、12月31日が経過したら履行地帯になります。 履行地帯っていうのは履行が遅れてますよ。義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと試験前になって点数が上がらないっていうふうになるんですね。なんでそうなりたくない方、また来年受験を目指している方っていうのは今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう。単に丸暗記で学習していると本当試験前になって点数が上がらないってなってきます。 あの過去問の点数と予想文書の点数これは上がるんですよだから多くの方が勘違いしちゃうんですよねあちゃんと勉強できているって勘違いしちゃうんですでも実際本試験になると問題文がちょっとイメージできないとか問題文が分かんない頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていう風になっちゃうんですよねでそれっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ 理解学習をやっていれば問題文もちゃんとわかるし頭に入れた内容も忘れにくくなるんですねまた忘れていたとしても問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよなので合格点ぐらいは取れるんですねまあねあの40何点とかって言って高得点は難しいかもしれないけどもボミスをしたとしても合格点は取れるようになりますのでぜひですね理解学習に変えていただければと思いますで問い2ですね宅建業者の代表取締役が 懲役刑に処せられたとしても執行猶予が付されていれば宅券業者の免許は取り消されることはない丸かバツかという問題ですえ答えバツですねまず代表取締役も役員に該当しますそして役員が懲役刑に処せられれば役員代表取締役は欠格になりますねでこれ執行猶予がついていても同じなんですよ執行猶予がついていても役員が欠格になると ということは、宅検業者も結核になって免許が取り消されるということですね。よって問題文で宅検業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。えただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で執行猶予って何かわかりますでしょうか、まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、 一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、長期刑期なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですねえ。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。で、個別指導の受講者様は専用メルマガで、この問題の考え方ですね、これお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問いさんです。 土地区画整理組合が成立した場合において、え施工地区内の宅地について所有権または借地権を有する者はは全て組合員となるが、施工地区内の借家人は組合員とはならない。丸か罰かという問題です。え答え丸ですね。借家人は組合員とはなりません、まあ。借家人って建物を借りてる人ですね。土地の所有者であったりとか借地権者っていうのは組合員になりますが、 建物を借りている借家人については、組合員にはなりません。で、これはなぜかっていうと、そもそも土地区画整理事業っていうのは、まあ、ごちゃごちゃした土地をきれいに整理する事業なんですね。まあ、土地を工事する事業ってことですね。土地を工事してきれいに整理すると。つまり、土地に関する事業なんですよ。建物っていうのは関係ないんですね。よって借家人は組合員とはなりません。で、本日は一番最初にお伝えした、具体的な勉強の仕方ですね。 こちらについては、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきます。また、この真ん中ですね。真ん中に、まあ動画クリックできるボタンもつけておきますので、そちらからご確認いただいても構いません。今から理解学習を実践していただければ、来年あなたに合格していただける自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。